your uppercut! 文太さん。はい。文太さんは、大学で、ね、青春時代を、今も青春だと思いますけど、はい、もう柔道に捧げましたよね。捧げました。ね、はい、女遊びとか捨てても柔道やりましたよね。結果大学でしなきゃいけないこといろいろ失いました。でも柔道はめっちゃめちゃもうね、上まで行きましたよね。ああ、頑張ったと思います。柔道も三段ですよね。はい、そう思います。まあ、ある意味、もう極めてますよね。まあ、どうでしょうね。まだまだかもしれないです。ムネさん、じゃあ、なんか投げ技、教えてもらってもいいですかね。はい、わかりました。じゃあ、今回、私がやる投げ技は、横返しと言います。横返し。はい。はい、まあ、ちょっと特殊な技で、横捨て身技に分類されます。よくある、ともえ、柔道で有名な、ともえ投げだとか、まあ、重量級とか、寝技の人、得意な人がやる、たまにやる、引き込み返しとかは、自分も真後ろに、身を捨てて投げるので、まあ、捨て身技。自分が今やるのは、横の方に体を捨てて倒すので、横捨て身技と言われます。じゃあ、やっていきます。はい。まずですね、これ、正直言うと、相四つ、喧嘩四つっていうのの組み方がありまして、自分と今、普通に健介さんが組んでる状態を相四つ。健介さん、右足前にしてますよね、今。そうです、そうです。そうですよね。で、健介さんがこっち側を持って、で、お互いがそれを持ち合う。うん、これよく、右利き対左利きの相手によくあるはずです。健介さん左構えですよね。はい。これ今左構えになってもらってますけれど、これが今喧嘩四つという状態で、これになるとめっちゃ技かけづらくなります。あ、文太さんも今左構えって言っていいんですかこれ。あ、これ。右足前ですよね。右構えです。右対左構えになると、これが喧嘩四つ。そうか、健介さん左足前にしてて、文太さん右足前にしてますよね。はい、これが喧嘩四つ。はい。これが喧嘩四つという状態で、いろいろ、影響はあるんですけれど、早い話がめちゃめちゃお互いに技かけづらくなります。なんですけれど、左構えの人は基本的に右構えとしてはやることが多いので、喧嘩四つが得意な場合が多いです。で、そうなると必然的に不利なのは自分の方になっちゃうんですね。なるほど、なるほど。と、まあ、いろいろ言いましたけれども、今回はそれを打破する技として私が、作った技というか、練習した技になります。まずですね、ここでまず肘を潰します。肘を潰して相手との距離をちょっと縮めます。で、掴みます。相手の襟でも袖でも近しいところならどこでも OK です。そこからここを離して背中側を持ちに、まず手を離して背中側を持ちにいきます。帯でも背中でもどこでも大丈夫です。で、あとはここをギュッと距離を縮めて、ここから足を思いっきりこっち側に入れ込みます。入れ込んで、あとは体を捨てて、自分の斜め後ろ側にブリッジを打ちながら、相手を投げます。試します。はい。こういう技ですね。ケスさん、どうですか。はい、どうですか、これは。いや、もう体重で持っていかれる感じがやっぱり結構、もう全体重がかかってくるんで耐えられないですね。これ文太さん、はい、文太さんみたいに体格大きい人が使う技ですか、それとも小柄な人が、それとも別に誰でも使えますか。正直言ってこれ多分誰でも使えます。あ、誰でもいけますか。まあ、もちろんたった体格大きいに越したことはないんですけれど、これは相手に自分の全体重かける、自分が回ることによって発生する遠心力で相手を重心から持っていく技なので、まあ正直そうですね、あんまり軽すぎると確かにちょっと難しいかもしれないですけれど、そういう人はやっぱり巴とか他の捨て身技があるはずなんで。これ別にポピュラーな技ですか。正直あんまりポピュラーじゃないんですね。あ、なので奇襲的効果も見込めますね。健介さん、この技知ってました。知ってはいましたけど、全然やったことないですね。やられた時あります。やられたこともあんまないです。あ、ムズさんどうですか、これ柔道では決まり手で結構見た時ありますか。正直私がやったところしか見たことないですね。文太さんはこれ得意ってことですね。まあまあそうですね。正直この喧嘩四つがどうしても自分の克服ができなくって、何かできる技はないか、何かできる技はないかって探した挙句に見つけた練習した技ですね。いや、その喧嘩四つの法則知らなかったですよ。確かに健介さん側からしたら、まあね、文太さんみたいな構えの人が多いから、まあ健介さんの方が得意になるわけですけど、文太さん側の人は多いわけだから、健介さん側が少ないからね。そう、なるほどね。そうですね。あと実践してもらうと、うん、この喧嘩四つ状態になると、何が早い話、技がかかりにくくなるのかって言いますと、自分がいつもやってる大外刈りですね。まあ普段だったら、こう、ちょっと右組みなんです。普
段から、はいはい、あのここから足を出してかける、これだけで済むんですけど、喧嘩四つになりますと早い話が同じように足を出してもすかされちゃいます。ちょっと相手が身を引くだけですかされる、プラス自分が一方的に隙をさらすことになっちゃうので、一方的にやられてしまうんです。やっぱ左の有利なんだね。キックボクシングもそうだし、レスリングでも足取るのもやっぱり、うん、逆だったりするとすごいやりにくいけど、左は強いんです。柔道にもそれあったんだね。あ、俺キックボクシングとか、ね、ボクシングは思ってたけど、はい、これもあるんだね、柔道もね。やっぱ構えって大事だね、はい、だから両方、まあキックボクシングとか今 MMA だと、はい、どっちもできるやつ多いんだよね。あ、どっちもにわかにできんじゃなくて、ちゃんとどっちもできる。オーソドックス構えもサウスポーもどっちもちゃんとできて、こうスイッチしてんだけど、しっかりどっちももうフェイントとかじゃなくてしっかりできて、しっかりどっちでも戦えるって選手が今アメリカだと多いんだよね。そういう選手ちゃんと強くてチャンピオンになってんだけど、はい、まあそんな感じで柔道とかも逆に文太さんも両方しっかりできたら、まあ、まあ、対策しっかりしないといけないっていうのは間違いない。うん、難しいけど勝率はすごい上がるんじゃないかね、これね。まあ、本来の人が自分がいつも使ってる技を対左仕様にしたりだとか、いろいろ使い分けたりするんですけれど、私はどうしてもその使い分けが習得できなくって、挙句の果てに奇襲戦法にそれを求めたわけです。なるほど。まずじゃあもう一回やってもらっていいですかね。もう一回じゃあお願いします。まずここから肘を入れ込みます。入れ込んで距離を詰めて掴みます。掴んでから背中を持って、まあ、これをしないと相手が感づかれて距離を取られてしまうので、一方的に不利になっちゃうので、一つ一つ確実に決めていきます。肘を持って距離を詰める。こっち側を掴んで逃げられなくさせる。一瞬で背中を取って距離を詰める。そうしたらあとは体を回してと同時に相手に全体重と体をひねりながら遠心力をかけつつ回して投げます。豪快ですね。そうですね、決まれば間違いなく豪快な技です。一本ですか？これも、はい、これ、そうですね、柔道で1本ですよね。これ1本じゃなかったらおかしいですよね。どんなルールだってなんですね。でこれのちょっと面白い点がありまして、これ実はレスリング、脳技でも決まるっていうのが面白いところです。あ、これ脳技でもできるんですか？実は脳技でもできちゃいます。帯持たなくてもできるんですか？そういうことですね。ちょっと待って、じゃあ、脳技バージョンでちょっと、まあ、着ててもいいんだけど、じゃあ、道着つかまないでちょっとやってみてください。わかりました。はい、ですね。まあ、脳技の状態で、差し合いになっちゃうんですよ、腕の。でこれでやっぱりサウスポーってやっぱり効率も強いですから、うんうんうん、なったら脇を取ってここからひねって脇を取ります。脇を取ったらまずここで脇を刺して距離を詰めます。そこ距離を詰めたプラス脇を刺したんで、ここ正直刺しやすいです。ここは最短距離で刺せるので、そこからあとはここからちょっと上げて腕をキャッチします。まあ、ここでも掴んでもいい。でここでキャッチしてから同じように掴んで上に乗ります。両方刺してるから強いね。そうですね、確実に、まあ、ちょっとひねりバックドロップみたいな形になっちゃうんですけれど、これは確実にキャッチできてそのまま投げにつなげられるの であとバックドロップみたいに高い身体能力なくても体で振り回してそればいいので、うん、正直使う人を選ばないっていうのも強いと思います。健介さんもできますかね？多分できると思います。これじゃあ文さん、でもこれ練習で決めた時あります？練習ですか？どうでしょうね。左自体の人があんまりいないんで、ここだと。そっかそっかそっか。人生ではあります？あります。あります。練習で左の特権を存分に振りかざしてくるようなやつには特にこれは刺さる。それ文さんどんな時も使う？柔道の練習じゃなくて。柔道の練習。柔道の練習でも帯持たずにやったってことですか？そうですね、相手が嫌がってこう掴んでくるんですけれど、うん、もうとにかく相手の嫌がりがすごいだとか、うん、こういう距離を詰めたけれど逆側に回って刺すのを阻止してくるようなやつだと、もう取った瞬間刺してあ、なるほど、そういう使い方したってことですね。そうですね、トーキャッチは柔道と反則になっちゃうんで。あ、本当に。はい、ベアハックっつってそれで反則になっちゃうんで、どっかしら掴んで
それで言っちゃったことありますね。襟なり袖なりなんか帯なりってこと。あ、そういうことか、そういうこと。あ、じゃあそうですね、農技、あのグラップリング MMA でも使えるってことですね。そうです。ケンスケさん MMA 志向ですよね。はい、これじゃあ使えますね。使えますね。使えますね。 MMA ならこれもうオープンですね、これね。多分これケンスケさん、あの習得したらえらいことになっちゃうと思いますよ。ケンスケさん、じゃあぜひともこれ習得してください。はい、文太さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。タイガーアッパーカットヨガファイヤー。チャンネル登録してください。